中国大使館、日本人にしばらくの間ビザを出さない。中国で新型コロナウイルスが広がっています。日本の政府は中国から日本に入る時のチェックを厳しくしています。東京にある中国大使館は、10日、日本人に中国に行くためのビザをしばらくの間出さないと言いました。いつまで いつまで、出さないかは言っていません。中国の政府は日本が中国を差別したため同じようなことをしたと言っています。中国にある日本大使館はツイッターに日本は中国人にビザを出しています。中国のやり方は日本と同じではありませんと書いてビザを出すように言いました。日本では 仕事で中国に行くためのビザの申請ができなくて困っている会社などがあります英明県の大学は日本人の学生が中国の上海にある大学に留学する計画がありますがどうなるか心配しています